反り腰の人、足痩せしたい人、腰の肉が気になる人は一緒にうつ伏せでやりましょう。片足曲げます。持ち上げて下ろす。繰り返していきましょう。持ち上げるとね、腰、お尻、もも裏を使うことができてます。これがあんまり上がらないよっていう人はね、腰が硬い証拠です。もも裏とお尻を使って腰の筋肉をほぐしていきましょう。よし、はい、じゃあ反対もいきましょう。ちょっときついメニューもあるし、優しいメニューもありますんで、頑張っていきって腰肉、反り腰、足痩せいきましょう。上げたら落とす。OK、今度は交互です。いきましょう。持ち上がらないよっていう人はね、ちょっと手の幅をね、広げてみてください。もしくは寝たままちょっと上がると思います。こうやって肘ついてると結構きついんで、肘開いた方が持ち上がりやすいです。しゃあ、楽に寝た状態で腰を揺らしていきましょう。これで腰から下の筋肉がね、緩みます。ぐるぐる横に振ったりね、縦に足を伸ばしたりね、いろんな腰の振り方をしてください。OK、 今度は片足をね、遠くに伸ばして止まりましょう。このまま楽にね、キープです。これは伸びますよね。背中から全部伸びますからね。あんまり上半身がね、ついていかないように、上半身はうつ伏せ。伸びますね。よっしゃー、反対いきましょう。力抜きましょう。伸ばしていきましょう。伸びる。たまに戻してもいいですよ。足を真横に持ってきてキープです。これでキープしていきましょう。楽に寝たまんまでいいです。関節をね、しっかりストレッチしましょう。しっかり股関節をね、ストレッチしていくと、足のラインが良くなってきますから、反り腰の改善にもつながります。もしね、足がね、あんまり広がらないよっていう人はね、この状態でちょっと腰をね、揺らしてみてください。痛い緊張が和らぎます。いろんな伸ばし方もね、しましょう。胸を張ったままね、待っときましょう。しっかり胸を張ってね、たまに腰のね、
って言わせてみましょう。しっかり腰をね、反らせましょう。反り腰の人はね、腰の筋肉が硬いだけなんで、反ることが悪いわけじゃないです。腰の筋肉が柔らかくなるとね、正しい位置に戻りますから、反り腰の人もね、しっかり反ることもしましょう。よっしゃ、両膝を曲げましょう。これただ膝を曲げるっていうよりは、ももの裏の筋肉を縮めるっていう意識をしてください。ぐっと曲げたらゆっくり伸ばす。伸ばす時もね、ももの裏の筋肉を使ってる感じがねあると思います。ももの裏を意識しましょう。はい、足を交互にちょっとクイック気味にひねりましょう。マイペースでいいですよ。遠くにキックする感じ。腰肉気になる人はね、腰肉が硬いですからね、しっかりひねりましょう。足を伸ばしたままで斜め上に伸ばす感じで交互に動かしましょう。遠くに伸ばす感じ。前ももを伸ばしながら、もも裏とお尻の境目を鍛えてる感じです。遠くに伸ばす感じで。しっかり足を遠くに伸ばして、右手を伸ばして左足を伸ばす。今度は手もつけていきましょう。遠くに伸ばす感じ、手も足も左右対称的にね動かします。このメニューすごい代謝がね上がるんで、しっかりね何度もやってください。最後ので少し肩がだるいと思います。しっかり肩を上げて落とすこと5回いきます。1 2 3 4 5、肩を5回叩きましょう。1 2 3 4 5、はい、1 2 3 4 5。はい、お疲れ様でした。2日に1遍を目安にやってください。やった人はコメントください。